今回は排水口スッキリを使ってお風呂の排水口掃除をやっていきます。汚れ具合をお見せしますね。はい、蓋から見ていきます。このゴムのところが白っぽくなってますけれども、これは石鹸カスですね。ヘアキャッチャーです。ぬるぬる石鹸カスとゴミと毛が絡みついてますね。筒です。はい、ぬるぬる石鹸カスですね。生き物汚れもついてますね。黒ずみ汚れとか毛もついてますし、だいぶ汚れてますね。では便を取りますね。はい、便にもぬめり汚れがついてますね。このあたりには石鹸カスついてますね。ぬるぬる石鹸カスです。では穴の中も見ていきますけれども、ぬめり汚れとぬるぬる石鹸カスがついてますね。一旦戻します。上からパラパラかけるだけで30分放置すると汚れがすっきり落ちますよという洗剤ですので、実際にやってみて、それでもし汚れが残っているのであれば追加で洗っていくというやり方でやっていきます。それではやっていきます。ではかけていきますね。かなり下からやった方がいいですね。それではお湯を注いでいきます。泡が出てきましたので倒します。ではこのまま30分ほど放置します。はい、あれから35分ぐらい経過しました。ではシャワーで流していきます。蓋を取ってさらに流していきます。ヘアキャッチャーもすすいじゃいますね。はい、ではこのぐらい流して汚れがちゃんと落ちているのかどうなのか見ていきますね。はい、残っちゃってますね。やっぱり残るんですよね。一旦しっかりすすぎます。排水口スッキリの成分が完全に排水されるまでしっかりすすぎました。ここからはカビキラーを使って洗っていきます。汚れに吹きかけて、で塗り伸ばしてちょっと置いておきますね。この周りにも汚れついてましたけれども残っているんですよね。ということで自作のお掃除棒を使って引き続き洗っていきます。それではすすいでいきます。はい、すすぎが終わりました。水たまりも綺麗になりましたし、パーツ類も綺麗になりましたね。どうもありがとうございました。